にちは、ガミくんです。今回はカエサル進化と神化両方使って大黒天行こうと思います。で、今これ進化艦隊で、この後、神化の艦隊で大黒天行こうと思います。で、カエサル、いや正直ね、いらないかなって思ってるんですよ。多分14の極で困ってる人くらいかな、多分狙ったらいいかなって思うのは。それ以外の人は別にいいかなって。ハロウィンアルファもあるし、で劇中は別に初回ピックアップとかそんな特殊なのないんで、別に来月に回しても問題ないですね。だから今は引かなくていいかなって思ってる。で、今なんでじゃあ艦隊までなってるのっていうのは、サブ機で引いたら、とりあえずメインで1体確保してサブ機で10連ずつ1回ぐらいしようかなと思って引いたら2体出たんですよ。なので3体出るように、3体連れられるようになったんで、せっかくだから艦隊にしようかってことで、もうちょっと引いて艦隊にした。だから本当はこの動画できるつもりなかったんですよね。もう完全に運が良かった。なので、せっかくだから使ってみようと思います。で、進化の方は多分ワープ魔法陣の闇のクエストって多分ないよね。で、やっぱ強いのはこの調教フレア。ただ多分調教フレアの砲撃だとリコルがいるんですけど、リコルは離れた細かい敵、このフレアが届かない範囲の敵とかをこのホーミングは意外となんとかしてくれることが多かったんですけど、このカエサルはフレアだけなんで、結構なんていうか艦隊だけだと、こういうボス倒せば撤退するようなクエストだといいんですけど、普通の究極とか覇者の塔とかだとやっぱり雑魚処理苦手なんで、その辺を考えると艦隊性能は中くらいかなって思いました。あとワープ魔法陣がぴったり刺さるクエストって今ないよね多分。で、貫通ワープだとエデンとかあの辺かな。なのでとりあえず今最近の高難易度だとぴったりぶっ刺さるところはないはず。で、神化の方は神化の方に時にこれを話そうか。なので進化の方はやっぱり将来性待ちになってくるんじゃないのかなって。光豪絶か光爆絶で、でもシャーロックホームズもいるしね。シャーロックホームズはダメオマイン減速壁みたいな、ああいうアビリティもまだ接待来てないし、光豪絶でどっちか来るのかな、どっちも来ないのかな。そこで来なかったらカエサルとホームズは本当に何のためにいるのかわからなくなっちゃうから接待は来ると思うんですけど、これで倒す。でもやっぱり調教フレアは強いね。あ、やべ、剣取り忘れてた。で、SS は自強化の反撃モードで、反撃モードは半減だったかな。やっぱり戦型の書もね、使えるようにしてほしいよね。この重心化以外のキャラも、なんで重心化のキャラを使えないように設定したのかは本当に謎。使えるようにしておけばこのカエサルもせっかく反撃モードっていう特殊っていうか性能を持ってるんだから、結構、これで例えば超戦型超砲撃にして反撃モードも等倍になるから結構強くなると思うんですね。だからそうしたらカエサルの価値が出てくるんじゃないのかなと思ったんですけど、運営の考えることはよくわかんないんで、将来的にもしかしたら使えるようになるかもね。で、声優はコナンくんなんですよね。だから実質コナンコラボなんですよ。で、これどうしよう。で、反撃モードも今この位置じゃ当たんないんで、貫通だからある程度配置はしやすいんじゃないかな。ボスで横貫しておけば全然いけるんじゃないのかなとは思います。うわー、これ届かないかな。反撃、白爆発の反撃、あ、そっか、怒って十字か。十字当たるけど多分届かないよね。全然届かないね。で、これで、これで終わりか。じゃあ次、神化やろうと思います。僕たちも、無に帰るんだね。はい、それじゃあ、神化の方を使っていこうと思います。性能が、飛行弱点キラー L、回復 M、アンチブロック SS が、自強化プラス弱点露出で、友情がクロス炸裂弾と破裂斬撃弾。14極適正として、結構いい性能してるんじゃないのかなって感じで、弱点はね、これ進化もそうなんですけど攻撃力がめちゃくちゃ低いんですよ。なので直殴りはね弱い。
あの攻撃力が2万くらいだったかな、2万くらいしかないんで、あのちょっとね、物足りないと思う、殴りが、弱点殴らないと。なので、まあ、弱点のないクエストとか、まあ、あとは雑魚とかに対してもやっぱりちょっと直殴り性能は低くなっちゃうんで、ちょっときついかなとは思います。まあ、これはもう無理か。で、回復エム持ってるから、あー、でも14の極だとあれか、そんなに HP に困るイメージはないから、どっちかっていうと9の極かな。9の極もまあウィンドウはないけど結構使えるんじゃないのかな。まあちょっと試したことないからわかんないんですけど。あと蓬莱適性としては、進化も神化も正直ちょっといまいち、やっぱり攻撃力が低いんで、上強いよ。やっぱり弱点に刺さるとでかいね。弱点持ってる敵に対してはやっぱかなり強いんじゃないのかな。なので蓬莱適性、まあ蓬莱は多分進化やるかな。まあ内部弱点なんで反射は結局弱点露出しても意味ないから、あんまりちょっと今のところはやる予定ないね。まあ、反射でブロック持ちだから全然適正なんですけど、まあ、進化は普通に貫通だからいけるかな。ただ攻撃力の低さから、結構厳選して過激マシマシにしないとちょっときつい。ぷよワンパンラインに乗せられないんで。で、調教フレアだから、あれもできない。ちょっと待ってください。で、調教フレアだから、調教フレアだから、やっぱりぷよ処理とかもできないんですよね。まあ、うまいこと、範囲内にぷよがいればいいんですけど、やっぱりちょっと難しいんで、まあ、過激マシマシにしてから、蓬莱はやろうかなと思います。でも意外と雑魚処理もいけるね。クロス斬撃弾って確か、モラルは十字斬撃弾だったっけ、なんかそんな、十字破裂弾だったっけ、なんかそんな感じだったはず。で、ボス戦か。2分半、さっき何分だったっけ、貫通の方の時。ちょっと忘れちゃった。まあ、これで、OKOK。で、次から SS。ただ、ワープ乗ってるからな。ワープ乗ってるから。多分これ、あれ？ランダムワープだったっけこれ。普通のワープだったっけ。まあ、あとこれ近い敵に狙って撃つんで、やっぱり雑魚敵が、ちょっと、あれだと困るね。飛んでっちゃうから。で、ここからは結構いけるんでね。おー。こうなると結構強いね。うわー、回収できなかったな。まあ、しょうがないね。あとは弱点、まあ、クロス破裂弾も、範囲的には結構広い方の部類に入るんで、まあ弱点露出しながら殴れば結構いけんね。おお、遊撃乗ってなくてこれだからね、今多分十字だけで、まあちょっと殴りも入ったかな。多分100万前後ぐらいは入ったはず。ただ、1ターンしか継続しないんで、そこだけはちょっとね、弱いところ。でも使ってみた感じどうだろう、こっちの方がなんだかんだ雑魚処理とかもろもろ合わせると使いやすいような気がする。で、これそのままもう SS で、おーおー結構強いね。あとはあれだね、9の極でどれぐらい使えるかかな。まあ、ウィンドないからそんなに積みすぎるとちょっと危ないですけど。おお、まあ強いですけど、今のところなんて言いました、ぶっ刺さるクエストは多分神化の14の極と、まあ可能性として9の極、まああとは蓬莱かな。まあ蓬莱微妙か。それだったら多分損傷校とかの方が強いと思う。なので、まあハロウィンアルファ待ってからその次の劇中引いてもいいんじゃないかな。あとはあともうちょっとし、もうあと2ヶ月、3ヶ月したら、お正月になっちゃうんで、まあ、オーブ貯めておく時期にそろそろ入ってくるから、まあ、スルーでいいかな、と思います。はい。お疲れ様でした。バイバイ。